ここでも思い知らされたのが新海物語の圧倒的実力。うちの機械結構積んでるな。自社の台を発見。ところがそれは800台のパチンコホールでわずかに10台。たくさんお客様がね入られて羨ましいと思いますよ。これだけお客様入られてるってことは。お買い上げ客さんどんどん出してもらえるんで、一般受けするよりは少しこうマニアックな台が多いかなっていう、ある意味その客層が絞られるというか、まあ、そういう今回のでも清水、自信ある清水明の台ですと、マニアック的には思えないんですけどね。だから清水明のそのお笑いはもちろん面白いし、まあみんなも知ってるんですけど、それがじゃあパチンコ台になったら、じゃあ実際どこまで面白いのっていうのはやっぱり、お笑い好きな方はいいんでしょうけど、もうちょっとこう普通っぽいというか、パチンコ台っぽいインパクトというよりも、やっぱりそのお客様のニーズというか、まあ、そこにこうハマった機械でないと長持ちしないですし、お客のニーズを捉えないと長持ちしない。まもなくあの台も消えるのか。社長は開発室に足を向けた。山